広島3、1ヤクルト、5日、松田スタジアム、ヤクルトが最終戦で敗れ、最下位に転落した。6日の中日戦の結果次第で、最下位が確定する。主砲の村上は最終戦で3打数無安打に終わったが、本塁打と打点の2巻。ただ、打率、244と安定感を欠いた1年だった。この日は自打球の影響で6回の守備から途中交代。 高津監督は、病院行きましたよ。最後の最後までと、故障者続出に苦しんだシーズンにため息がこぼれた。